さんのライブを大切にする音楽的知性の表れでしょう。別々の山をそれぞれの高さ目指して息も継がずに登ってゆく山人たちようだね。君のその小さな支えきれないほどの悲しみを、せめて笑顔が救うのなら僕はピエロになろう。この歌はね、はい、なんで歌われたの？やっぱりね、今年辛いこといっぱいありましたからね、来年は元気を出そうと、そういう気持ちで今歌わせてもらいます。ありがとうございました。